どうも、こんにちは、はぐれです。今日もギタリストの音楽理論やっていきましょう。今回はリズムの裏と表についてのお話をしたいと思います。まあ音楽理論として知識として知りたいという方も、実際演奏する際の考え方として知りたいという方も、ぜひお付き合いくださいませ。本日の流れこんな感じです。表と裏はここである。他の表と裏、ギタリスト向け表と裏の判別方法、あなたのギターが下手な理由、実際の練習方法、会話の中での使われ方、こんな感じでいきましょう。よし、じゃあまずメトロノーム使います。リズムを取ってみてください。手拍子で、ちなみに今テンポ80で始めます。これに合わせて手拍子してくれと言われたらどこになりますか？多分ほとんどの方がこうすると思う。聞こえてるかな、これ。これ、はい、正解です。これがリズムの表っていうことになります。リズムの表ってここなんですね。じゃあ裏はどこにあるかというと、ここです。今メトロノームが鳴ってるとこが表で、僕が叩いてるとこが裏です。表と裏、こういう関係になってます。もう以上です。以上じゃないけど、まあ簡単ですね。結論です。リズムは表裏、表裏、表裏、表裏っていう風になっています。で、表があったら、まあそのちょい後に、裏っていうのが存在するわけですね。これは割と概念的なお話になります。もうこれだけです。ということで、ここまでの話一旦ホワイトボードにまとめますね。はい、ここです。ここが表になります。簡単ですね。この1拍目、2拍目、3拍目、4拍目、1、2、3、4、ここが表っていうことになります。じゃあ裏はどこになるか。はい、これです。わかる？磁石の大きいやつが表で、ちっちゃいやつのが裏です。表裏、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 もうこういう感じ。めちゃくちゃシンプルでしょ。で、じゃあここですごく重要なこと言いますね。表ってのはシンプルに拍を取りやすい、まあこういう、うんうんうんってこのまあ下がりながらカウント取ってるまあこのとこですよ。で、裏っていうのは表と表の、まあ、基本的に中間にあります。表表表表ってなったら、その真裏が、裏って言っちゃうな、これもね、まあ裏です。円を描いてるイメージでいくと分かりやすいかな。これ一番裏にいる状態っていうのがここになりますっていう感じ。まあこれすごく大事な考え方でございます。で、今僕ちょっとだいぶ回りくどい言い方をさっきからしてるんですよ。こんなの何拍目が表なんですとか、何分音符が表なんですって言ってくれた方が分かりやすいよね。うん。なのに、なんでこんなふんわりとした言い方になってるかというと、表と裏ってこれはリズムの取り方によって変わるんですよ。というのもね、これこうやってリズム取ることもできませんか？せーの。ね、こうやってリズム取ることもできるよね。こうなると、今手を叩いてるのは、こことここだけです。ここ、ここ、ここと、ここでしか手を叩いていないんですよ。ってなると、裏はどこになるかというと、ここが裏、表。裏っていう風に変わるんですよ。表裏っていう風に変わります。あれあれあれ、ここさっき表って言ってなかったでしたっけ？そうですよね。これ1拍目の表、2拍目の表、3拍目、これ2拍目の表じゃないですかって。そうなんですよ。これ確かに表ではあるんです。拍の中の表ではあるんですけども、これリズムを取るっていう感覚の中で、表ってここで、はぁ、な、ふって取るとき、ここは裏っていう考え方になるんですよ。OK。まあ、大事なのは、このリズムを取ってる柱の感覚次第で、裏っていうのがどこになるかが変わるんですよ。ただ、まあ、こんなに大きなのはあんまり実は使われません。と思ったんですけど、やっぱりちょっとだけ説明します。そもそもポップスとかロックをやってる時点で2拍目とか4拍目にアクセントがつくんですよね。これはこのジャンル特有のアップビートという解釈なので、大きな意味ではここを裏と捉える概念はやっぱり初心者さんにも必要かなとも思いました。ただ、まあ、そこまで考えるとちょっと難しくなりすぎるので、まあ、今のところはこれはいいかなと思います。この2拍目4拍目にアクセントつけると演奏がちょっとかっこよくなるよって話は以前別の動画でしてるので、よかったら見てね。はい、じゃあ続けます。あんまり使われません。多分ね、もっと使われるのがこういう場合です。まっすぐじゃないな。はい、ここ全部を表とするっていう考え方があります。これ1拍目の裏、2拍目の裏、3拍目の裏、4拍目の裏ですよね。そう、拍の中での裏ではあるんだけども、ここ8分音符も表みたいな感覚で演奏するっていうフィーリングもあります。じゃあこの場合、裏がどこになるか分かりますか？裏がどこになる、もう裏も使っちゃってるよね。はい、じゃあ正解はここです。
はい、こんな感じです。8分音符全部を表とした場合、そのちょっと後にある16分音符、これを裏として捉えるっていう考え方があります。表と表の間、ここが裏、表と表の間、ここが裏、表と表の間が裏、表と表の間が裏、こういう感じです。これは表と表の間、これで表裏でしたよね。これ表裏、これ表裏って、この表と裏どれくらいの粒度、細かさで見るのかっていうの次第で裏がどこなのか変わるんですね。でこれじゃあどれぐらいで感じ取ったらいいのかっていうのは、その曲を聴いたり話の中で結構ね変わっていくもんなんですよ。今これ何それむずってなってるでしょ。僕もなんでこんなまどろっこしい言い方しなきゃいけないんだと思ったけど、でもまあこういうもんなのよ。まあ大丈夫です。表と裏の考え方、まあ皆さんにも分かりやすいように2つの言い方でお話しします。じゃあまず、まあ大体リズム、ストロークかな、リズム、こんなのがあったとします。ちょっと書きますね。はい、こんな感じで、これを実際に弾いてみると、はい、いきます。これですね、よくあるよね。まあ弾き方解説してる動画もあるので、よかったらご覧ください。でね、これの一番細かい音符をまず割り出します。どこだ、今この辺が細かいよね。16分音符が細かいってなったら、これぐらいでまずこう点を全部敷き詰めます。一番細かいのが16分音符なのかってなったら、あれなんでここ書いてないの。はい、こうやってね全部敷き詰めます。はい、16個あると。でこれの奇数が表で偶数が裏です。以上、簡単でしょ。ともう1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、この中の奇数が表で偶数が裏です。そしてギタリストの皆さんに超超超朗報です。もうもっと簡単です。もうここだけ聞けばいいのよ、この動画。あのね、ダウンストロークが表でアップストロークが裏です。以上です。もう一回言います。ダウンストロークが表でアップストロークで弾いてるとこが裏になります。正しくストロークできてて、まあ一般的なストロークパターンの場合ね。ギターってほんと楽よ。もともとこうやってリズムを取ってるじゃないですか。つまりね、この1,2,1こうやってダウンダウンダウン、ここが表になります。つまり今これ16ビートなので、一拍に2回ダウンしてるでしょ。そういえばてってててけてけててってけってやってるのであれば、今演奏してるのの表はてってててけてけてててけてててててけ、このダウンでやってるとこ、ここを表として感じ取っているっていう感じです。じゃあ逆に8ビートだった場合、まあじゃあこんなリズムパターンがあったとするじゃないですか。弾いてみるとこうですね。やってる場合、ダウンのとこが表なので、表表裏、表はカラーピッキングで裏表裏っていう風になっています。でこれ16のストロークの時と8のストロークの時ってフィーリング変わったでしょ。聞いてても変わりましたよね。そうなんですよ。フィーリングの話なの結局これね。音符の細かさがどうこうってのもあるんですけども、この聞いた感じの印象が違うのは、実は表と裏の細かさ、これを感じ取ってるのか、これを感じ取ってるのかが結構変わるっていう、そういうことなんだよね。ってなるとこれすごい重要でしょ。もう一回やるね。違ったでしょ。これテンポは変わってないですよ。で今こっちとこっちを、まあ、交互にずっとコードも変えずにやってみたんですけど、タンタタンタタカチャン2,3,4、タンタタンタタカ1,2,3に対して、タンタンタンタカタカタンタンタカタンツタツタツタツっていう風に、倍で表を取ってたっていう、そういう感じなんですよ。でそれを感じ取れるように弾くっていうのが、これ心地いい演奏のコツでもあるんですよ。初心者さんのストローク主義言えねえな。初心者さんのストローク演奏がなかなか気持ちよくないのは、この表と裏に関する概念がなくて、このフィーリングを醸し出せてないからなんですよ。いやまあもちろん他にもあるよ。初心者さんの演奏がなんか気持ちよくない理由って、普通にコードが抑えられてないとか、コードチェンジが遅いとか、ピッキングが強すぎとか、予言ミュートができてないとかあるけれども、でももしその部分が全部基本はできるようになってきてるのに、なんか自分のストロークはプロのと違ってなんかぎこちないなっていうか、なんかこう、いい感じの楽しくなってないなって場合、このリズムの表と裏をしっかり感じ取れるようになってみてください。で具体的な練習方法ですが、まあ、まずは好きな曲を聴きながら徹底的に表で手拍子してみてください。これ多分ね、みんな舐めてるんですよ。できてると思ってる方は一度録画してみてください。多分ずれてるから。でそれができるようになったら、次は裏だけ叩いてみてください。
ください。まあ、この16の裏だけってのは結構早いから難しいと思うので、8の裏。なので、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、曲を聴きながら、1、2、3、4、1、2、3、4っていう風にやってみる。で、これをしっかりどこにその点があるのかしっかり聞き取って、そこだけバッチリ手を叩く。これやってみてください。で、これができたらそうだな、よくある8ビートのパターンのみたいな、こういうのもいいよね。これはね、タンタンタンっていう風になる。まあ、タン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 っていう風になってるんですよ。そこを書くか。もう書けない。はい、もうここ。ここだ、ここ。タツツタツツタツのとこで弾くみたいな。これ弾いてる回数が少ないから簡単そうだけど、つまり表裏。表っていう風になってる。タツツタツツタツタツツタツツタツっていう感じなので、なかなかやってみると難しいと思います。ぜひやってみてください。で、こういう練習をしていくのがあなたの演奏がもっと上手くなるためのコツでございますっていうためだけに作った5分間の手拍子トレーニング動画ってのがあります。カノンの曲に合わせて手拍子しよう的なやつですね。はい、ぜひこの後やってみてください。でね、まあ、手拍子がしたいわけじゃないんだ、自分はギターが弾きたいんだ、ギターが上手くなりたいんだって方もいると思います。はいはいはい、わかりますわかります。だからそんなあなたのためにそっちの動画ではね、ギターでもできるようになってます。まあ、手拍子の代わりにブラッシングでやってみてください。ブラッシング、この全部の弦を押さえてこうやってやるやつですね。これのやり方自体も他の動画で解説してます。なので曲に合わせて表だけ、まずは表だけ、ワンツースリーフォー、これを曲に合わせてバッチリのタイミングでやる。これがこうやってなんかこうずれちゃうとかにならないように、まずは表だけやる。で、裏だけやるとかね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4っていう、これがなかなか最初皆さんできないと思います。で、それができたら例えばこれとかね、ターンターンターン、1、2、せーの1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4みたいなね、これを曲に合わせてやろうぜっていう、そういう動画なんですね。結構これ面白いと思います。やってみてください。毎日ちょっとずつやって、まあブラッシングだけでもね、ブラッシングだけってことはさ、左手の指先がいや今日マジで痛いわっていう時にもこれできるし、まああんまり音量もでかくならないので結構おすすめです。さあ、そんな感じですね。言い忘れる、最後に会話の中での使われ方についてもちょっとお話をしようと思ってたんだ。僕も今日の動画で結構曖昧になってたんですけど、あのね、この辺会話に使われる時結構曖昧なんですよ。例えばこれとかにしようか。8分音符の裏っていう言い方をすることもあるし、いやいやいや、これ16の裏にあるやつじゃんっていう、だからこれは16分音符の裏でしょっていう人がいたりする。16分音符の裏って言ったり8分音符の裏って言ったりする。これ統一されてないと思うんだよね多分。うん、なのでこういうのはね、ちょっと文脈から感じ取らないといけない。あとは裏拍っていう言葉があるんだけど、これもその時によって違うと思う。拍の頭ではあるんだけど表じゃないっていう、つまり裏の拍ってことで2拍目とか4拍目を指すこともあれば、各拍の裏っていう、この1拍目の裏、2拍目の裏のことを指すこともある。これなんかさ、難しいなーって思うっていうか、まあそこまで厳密に用語になってないからだと思うんですけども、多分厳密に決まってないので、皆さんもごめんなさい、話の文脈とかから汲み取ってください。そういえばこの16分符のここ、16の中のこれ4つ目のやつ、これをなんか裏裏っていう文化もあるような気がするけど、でも裏裏で弾いてくれってたら、なんかこの裏を全部弾くみたいな、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーみたいな、このタン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 、1、2、3、4、1みたいな、ダンダンダンダっていうのになってるような気がする。これ難しいな、ちょっとあれ自分で言いながらが無理だった恥ずかしいっていう感じです。そんな感じで本日は以上です。リズムの表と裏についてのお話でした。分かっていただけたでしょうか。本当にね、リズムってみんなないがしろにしがちなんですよ。確かにね、この練習だけ毎日1時間も2時間もやれってたら多分ね面白くないから、1日5分だけでいいんでやってみるといいと思います。さっきの動画概要欄のリンクから飛んでみてください。あとはね、リズム感鍛えたいぞーっていう方向けのメトロノームの使い方動画とか、足でリズムを取る方法動画とか、あと足でリズムを取るための椅子の高さの動画とか結構細かく出しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。来週あたりにはね、実はこれの話の続きというか、リズムの表と裏、これのパワーバランスが変わるんだよっていうお話をしたいと思います。実は中間じゃないこともあるんだっていうお話ですね。その名はシャッフル。はい、そっちの話も聞きたいぞって方はチャンネル登録ボタンとその横の通知ボタンを押してお待ちください。それでは最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。グレッシャー、バイバイ。